惑星マムーナが誕生した時、あらゆる生命はまだ存在していなかった。そこには殺伐とした世界が広がり、永遠とも思われる長い時間が流れていた。ある時、深い海の底に一輪の花が咲く。その花は星の使命を受けたかのように、次々と新しい生命を誕生させていった。命を生み出すその花をマザーフラワーという。ここは海底の深く、マザーフラワーの咲くトーテムの世界。遥か昔より存在していながら、この世界は伝説の中でしか語られていない。今このトーテムに大きな異変が起きようとしていた。Thank you.